皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の運気を上げる魔法の高語録は、私って運がいいと思うというお話をしたいと思います。私は基本的に運がいい人だというふうに思っていますし、実際運がいいというか巡り合わせがいい、タイミングがいい人だなというふうに思ったりとかしています。で、まあ、全てが別に順風満帆じゃないですよ。残念なこと、一見して残念なこととか、悲しくなるような気持ちになるような話とか、そういうのも当然経験します。だけれども、それでもですね、それを別に運が悪いとは思わないんですよね。何かが必ずその起こっている出来事には意味があるっていうふうに思っていて、違う側面を探そうとする努力をしているので、結果として運がいいということになっていくと自分が思っているんですね。いや、へりくつじゃんとか言われるかもしれないですけど、いや別にへりくつ上等ですよ。へりくつだったとしてもそう思うことによって自分の心がそれで安定したりとか、楽しい気持ちになるんだったらへりくつ上等です。なので起こってる出来事とかっていうのは常に一つで、それをどう捉えるかっていう自分の心が全てを決めているっていうことなので、悲しいこともあります、ありますけれども、そこに必死に意味付けをしようとして、その意味付けがストンと自分の中で落とし込むことができたら、それは全然悲しいことでも何でもなくって、とても意味があることだったりとかします。なので、まず自分は運がいいということを信じ切るっていうことが一つになりますね。なので、それができるようになると本当に運がいい状態しか現れなくなりますので、よくね言われる話ではありますけれども、それでも手垢がついた言葉だけど、それでも伝えていきたいのは、私は運がいいというふうに言える自分になろうということでございます。それでは。